石橋守は、日本中央競馬会所属の調教師、元騎手。1966年10月23日、福岡県にて出生。父、森吉は、上田武支給者の旧務員で、一家は、立党トレン設立に伴い1970年秋より、滋賀県に移り住む。父は特に騎手になれということもなく、体の弱い石橋に水泳を進めた。 水泳では、県大会へ行くほどの成果を上げるが、石橋は、自然と騎手を志すようになっていった。1985年、同期の柴田義富や菅井直介らと共に、競馬学校を卒業。酒井直行厩舎の所属騎手としてデビューし、初騎乗を初勝利で飾る。1992年に、ミスタースペインで、K、軽犯杯を制止初重賞勝利。 ライブリマウントとのコンビでは1995年のフェブラリーステークス、帝王賞等を7連勝。第1回ドバイワールドカップにも遠征している。中央での GI 初勝利はデビューから22年目の2006年のことで、名将サムソンとのコンビで、サツキ賞、東京優秀のクラシック2冠を勝利。ド馬とのコンビで、翌2007年の天皇賞も勝利した。このか。 海外ではドバイ遠征の直前にバーレーンで起乗。2009年にはマカオジョッキーシリーズに出場し、最終戦のオータムトロフィーを6番人気のゴールデンピストルズで優勝した。2012年12月、2回目の挑戦で調教師試験に合格し、翌2013年2月に引退。河地洋のもとで技術調教師として働いた後、 2014年3月1日付で、旧社を開業した。開業時の旧社スタッフには、小原義士や芹沢淳一がいる。括弧内は、当該場の優勝重賞競争、太地は GI 級競争。ありがとうございます。